はい、では先ほどの続きですね。抜いたボルト、パーツクリーナーできれいにしました。で、オイルも入れておきました。で、次ですね。ドレインに蓋をします。ウエスパーツクリーナーを持って、で、元あった位置にボルトを戻します。で、14ミリで締めていくんですけども、そんな母の敵みたいな勢いで締めなくていいです。オイル盤わりかしデリケートなので。で、締めていきます。で、パーツクリーナーで周りを掃除したい人は掃除してから、はい、ではボルトが戻りましたね。したら、はい、というわけで、エレメント交換をしたんですけども、エレメントはちょっと作業なスペースが悪いのと、まあ、カップレンチがないと作業ができないっていうこともあって、今回はカットします。で、今オイルエレメントが交換終わって、これから、オイルを入れていくところですね。入れ口は先ほど開けたところですね。ここですね。ここにオイルを入れていきます。およそノーマルの車両ですと4リッター、エレメント交換で4リッターほどですね。エレメント交換してない時だと3.8リッターぐらいかなと思いますので、3.8リッターぐらい入れてちょっと様子を見ていただければいいかなと思います。だいたい4リッター缶買ってくると間に合うんで、そんな感じで皆さんはいいかと思います。では、オイル入れていきます。はい、ではこぼさないように入れていきたいと思います。はい、入れ終わりましたね。実はさっきこぼしました。少し撮影しながらというのは難しいものですね。で、フィラーキャップですね、こいつを戻していきます。汚れがないか確認して戻してください。汚れがあるとエンジンの中に入っちゃいますんで、きれいに拭いてから戻します。はい、ということでオイル交換はこれで終わりですね。あとはオイルの量を見ていただくんですが、本当は一回馬から下ろして水平にしてみた方がいいんですけども、私はこのままミッションオイルの方の交換をするんで、ミッションオイルの方の動画は撮りません。エンジンオイルは大事なんで、エンジンオイルはとりあえずすぐに動画上げておきたいかなと思ったんで撮ったんですけど、で、一度エンジンをかけて、こいつオイルゲージ、こいつがオイルゲージ、こいつですね、こいつ抜くと、オイルの量がここに出るんですね。ピント合わないですけど、ごめんなさい。で、戻して、一回エンジンをかけて、オイルをちょっとなじませますね。
ということで、なじませたら、こちら、抜きます。で、一回よく拭いていただいて、きれいに拭きます。拭いて、で、もう一回戻します。はい。いけてきて。はい、では見にくいかと思いますけども、この辺ぐらいまでオイル入ってますね。で、このギザギザのところですね、こっからここまでの間に収まっていれば OK です。少ないとダメですし、多すぎてもダメです。できればここの間ぐらい、私はまあさっき足してる前はちょっとフルの手前ぐらいまで入れるんですけど、今回はまあこのぐらいでいいのではないかなと思います。またさっきと走る前にオイル等の管理必ずした方がいいので、現地着いたらオイル量を見るなどして、対策をした方がいいと思います。でまた戻していただいて、あとは各部、自分が締め忘れたところがないかとか、その辺を確認してから、待ち乗りをしてちょっと様子を見て、オイル漏れ等ないか見て大丈夫であれば大丈夫ですね。これでオイル交換については以上になります。何か質問等あればコメントか、Twitter の DM でも受け付けてますんで、よろしくお願いします。では。